いやー、デイゴの怪我は大したことなくてよかったねと思ったシャンハンの奴ら、もうふざけんじゃねえぞ。ショスケチャンネル皆さん、ボアノージー、どうも、スケです。さあ、最近なんか、自分の中で流行り出してるノーカットをとりあえず、言いたいこと、とりあえず、どんどんじゃんじゃん語ってこうシリーズ、今回第3弾ですけども、 えー、まあちょっと多分この動画を見てる頃っていうのは多分金曜日になってると思うんです。で、まあ水曜日、まあスタメン予想の動画があっててに、で、木曜日、えー、まあパーセン実況やって、で、多分今日金曜日だと思うんですけど、あの今日僕が言いたいのこれ撮影日はぶっちゃけ火曜日ですけども、あのディエゴの件ね、多分これ多分パーセンの動画とかでも言って、あの話でも言ってるかもしれないんだけど、あのね、 一つ言うよ。あの、全治3から4週間ってことは、正直言ってピッチに戻れるのは2ヶ月後ぐらいだと思った方がぶっちゃけ無難なんだよね。うん。そう。完治してからコンディション上げていくのにまた時間かかるんよ。てことは今シーズンもルバンも含めて試合出れないなと思った方が無難。ぶっちゃけ。で、あのー、なんつうの ぶちが上海、上海進化のファンの奴らも、ディーゴ、そんなにでかったねとかさ、思うかもしんないけどさ、悪いけどそんなの済ますんじゃねえぞ、本当に。うん。俺が言いたいのは、そこ。あのね、全治3、4週、3、4週間でも、要はリハビリとか、コンディション調整とか含めたら、結局が2ヶ月、2ヶ月以上かかるわけさ。っていうことは、 それ、その期間、FC 東京として一番大きな戦力を失った状態のままなわけだから。うん。まあ、それはね、俺の中で最悪のことばっか考えたよ。半年や一年ぐらい出れないんじゃねえかなと思ったよ。秋に続いてちょっとディエゴムかと思ったけど、まあ、正直3、4週間、ってことはもう2ヶ月ぐらいか、まあ今シーズンあルーバンも含めてもうちょっと、ギリギリアウトかもしんないけど、まあとりあえず来年の開幕間に合ってよかったわっていう考えなんね。 ただ、そこでね、一ついい一ついいどんなニュース見てもさ、ツイッター見てもさ、え上海進化のバカ野郎は全くさ、ねえ、謝罪の一言もねえわけでしょ俺なんもやってねえから、俺悪くねえから、バカじゃねえの、本当に。<laughs> J リーグでもさ、悪いけど悪いプレイした間さ、謝りに来んだよ、普通。どの世界のリーグ見ても、 ねあの、相手怪我させたら何かやったら、だら謝りに来るのが筋なんだよ。全世界の共通なんだよ、これは。てめえらなんだ、いい加減しろって話だよ、本当に。ねあの、デイゴ怪我させたら、謝りに来たのか、一切謝ってないよね。裏で謝ってっかもしんないけどさ、一切そんなん聞かないよね。うん。で、今日あの、大金さんのね、あの回だったけど、 あのーま、心配の意義は、あのー、できないって書いてあったから、まあそれは見合わせるって書いてあったけど、まあ見合わせるのは別に構わない。別にそれはもう、そのもう社長が決めることだから別に大川さんが決めることは別に何も、文句はない。ただ、このままじゃ、え、こんな、このままじゃ、AFC がほんと潰れるぞ、ほんとに。いい加減な危機感を持った方がいいと思うんだ、俺は。うん。だそうじゃないだって。このままさ、 アジアのレベルがどん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 下がってったら何も面白くないじゃん。ヨーロッパだ、南米だ。ね、どんどんレベル上がっててさ、え、今アフリカも出てきてるでしょコードジュバールとかさ、ねチュニジアとかさ、どん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 上がってきてるでしょアジアがそのレベル下げてどうすんだってんだよ話。うん。ちょ、どうする ?AFC 考えてっかって話だよ。何も考えてないでしょ考えてんだったらその方針示してくれよって話じゃん。 それは別の J リーグだけじゃなくて、全アジアの国々の、あのー、クラブのファンサポーターにそれを示していくべき。アジアはこれからこうして強くしていく。ACL っていう大会もある中で、あの、もっとアジアが上を目指すために、そう、アジアがね、そう、世界で上を目指していくためにどうするべきかっていうのを示す、全然示してないじゃん。そのうちはこれでしょ今回、デイゴのこれでしょ審判の質も低いし、 え選手の方の、ね。どっかの国の選手はさ、頭悪いし。ごめんなさいの、この字もねえし。俺、どうかと思うよ、これ。本当に、に。ほ本当にあの、アジアサッカー界の危機だよ。危機。間違いなく。本当に、それをね、サッカーファンが言うのもおかしい話なんだよ。 そう。これサッカーファンが言うのもおかしい話だからね。うん。で、これをさ、AFC から見るわけでもないじゃん。でしょやっていくこと無駄かもしんないけどさ、ぶっちゃけ言われるこっちも気が済まねえわけさで。うちのデーゴは全3、4週間。そっか、らコンディション調整も増けたら、プラス1ヶ月で全、もう全治2ヶ月ですよで。それはどうすんだよ。試合中の怪我だからさ、何も文句もクソも言えないかもしんないよ。 時を巻き戻してもこうなるかもしんない時を戻そうとかこうなるかもしんないよ。たださ。ただね。あのー。デーゴ3、4週間の機会でよかったねって中国にやるがそう思ってて嫌なんだよ、俺。上海進化のファ,ファ,ファン、のやつらがね。あ、デーゴ3、4週間か。じゃあ退職なくてよかったじゃん。じゃあうちの先生は余る必要ないね。じゃあ家のでよかったらちゃんちゃんとかバカじゃねえんだってなるよね。普通ね。普通にね。 うん。イエローでよかんじゃねえんだよ。あれ普通にレッドカードのプレイだからな。ああ。常識考えろ。本当に。俺もぶっちゃけこんな、ぶち切れ動画を YouTube で上げたくねえよ。<laughs> 今日俺言わなきゃ腹の虫が収まんねえんだよ。ほに。上海新化トニーは、こんな言いたくなかったけど。まあけど、とりあえずね、本当あのー、まあこれ、金曜日に上がってると思うんだけど、 あの、ま、あ木曜日のゲームの結果、どうだったかまで全然わかんないけど、とりあえずまあ、あの、スタメン予算の動画楽しみにしていてもらえればなと思います。それはもう水曜日に上がってると思うんでね。上がってなかったらコメントして <laughs> うん。そしたらなんだかんだ木曜日の朝上がってんじゃん。金曜日、水曜日どうしたのつうん。<laughs> うん、そん時ね、俺も全力で金曜日コメントで謝るわ。<laughs> まあそんな感じでね、あの、ちょっとま、ディエゴの怪我に関してね、 あの、僕の中での、あのー、思いを話させていただきました。本当デイゴ本当あの、本当,、あのー、本当大きな怪我じゃなくてよかった。まあ、ただ、しっかり休んで、来年、来年開幕、あのー、万全で出てきてくれればと思います。ねクラブワールドカップばかかね。そう、クラブワールドカップもあるんだから、無理せず行こうね。ってなわけで、またお会いしましょう。翔介でした。あてまいです。